つ一ち動同盟反毛の視野。左右の目とも左半分の視野が欠損する。図に視神経の経路。同盟反毛は、神経学症候の一つで、両目の同じ側が見えなくなる症候のこと。同盟性反毛とも言う。視神経は、視床後部にある、外側室状態でニューロンを交代した後、内脳半球に入り、内方後ろ足のレンズ角後部から、 側頭葉と後頭葉の白質を通り一時視覚野に達する。これを四方線と呼ぶ。同盟反応が起きるのは通常癌そのものの、機能以上ではなく、大脳が脳卒中や外傷などで障害されることによって起こる。脳血管障害や脳腫瘍によって人皮の施策、あるいは大脳の側頭葉や後頭葉に障害が生じると、反対側の同盟反応が起こる。 例えば右の視策に病変があると、両目とも視野の左半分が見えなくなる。右後頭葉の脳卒中でも、同様の視野欠損が起こるが、この場合は、黄半回避により中心部の視野は保たれる。また側頭葉や高等用の小さな病変では、四方線の一部が障害されるため、視野の半分の内上半分あるいは下半分だけが欠損することがある。 この場合、全視野の4分の1が欠損することになるので、これを同名4分毛という、右大脳の広範な脳卒中の場合、同名反毛だけでなく左反則空間虫も生じることがある。これは空間認識を司る、頭頂用が障害されることによる。ただしこれは、左大脳が優位反球の人の場合に限る。空間認識は、 列位半球の登場用に中枢があるからである。また、同盟反応は非可逆的な病変だけで起こるわけではない。例えば片頭痛の前長期の症状として現れることもある。ありがとうございます。